岩手競馬がもっと楽しく好きになる馬のは勝負服について学ぼう。今日はジョッキーのユニフォーム勝負服について学びます。いろんな色や柄がありますよね。とっても楽しみです。おデートなんかにね、お出かけするとき、おデート、おデート、そう、大事なイベントにお出かけするとき、はい、着ていく服のことなんて言いますか？一丁羅。いや、姫路の女はちげえぜ、俺。パシッと。一丁羅とも言いますが、他に言い方ないかな？勝負服だと思ってました。あ、そっちですね、確かに。そう、勝負服です。この勝負服っていうのは、そう、ジョッキーが着ているあの勝負服が語源になっているという説がありますね。岩手競馬、はい、ジョッキーの勝負服はこちらになりますね。改めて見るとやっぱり華やかですよね。華やかですね。横断幕私たち作った時も、はい、騎手服の色だったり柄を考えて作りましたよね。色とか柄っていうのは誰が決めてるんですか？これはなんとジョッキーがそれぞれ決めております。自分自身でデザインしてるんですか？そうですね、地方競馬の場合はジョッキーが自分で決めます。中央競馬の場合は馬主さんごとによって決まります。馬主さんが決められるんですね。でも例えば同じレースに同じ馬主さんが2頭出してます。同じ枠にその2頭が来てしまいました。騎手服とか勝負服同じじゃないですか？そうですね、どうせの色も一緒になっちゃいますよね。そういう時はですね、ヘルメットなんですね、はい、ヘルメットで染め分け棒と言います。こういう風にして分けさせてもらいます。馬番の大きい馬さんの乗ってる騎手が枠の色とあと白とこれ2種類の色を使った帽子をかぶって走ります。3枠だったら4番の方は白を入れるっていうことなんですね。そういうことになりますね。やっぱり自分が馬主とかジョッキーになったらこう銀色とかね、うん、金色とか確かにキラキラ輝く、はい、可愛いジョッキー服着たい。そんなの着たいんですね、はい、でもね、こう色は決まってるんですね、はい、こちらです。ごめんなさい、銀とか金は使えません、はい、いやでも赤とか桃色とかは聞いたことありますけど、うん、エビ茶とか聞いたことないのもありますね。私は逆に柄でハートマークとか、うん、なんか可愛らしいなんかマーク入れたいなって思いました。柄にも決まりはございます、はい、なのでこの後じっくりと柄の方も次回勉強していきましょう。来週も馬のは見てね。